永遠の桜井石原裕次郎。俺たちは犯人を捕まえた、それだけのことだ。行こう。裕次郎が幼少期を過ごしたのは北海道小樽市。ここは裕次郎第二の故郷。JR 小樽駅の4番ホームはドラマの撮影で使われたことから別名裕次郎ホームと呼ばれている。そこへ降り立つ裕次郎ゆかりの男、その正体とは誰だ、誰なんだ。いやー、日本付近特に北海道は強い冬型の気圧配置になってましてね、北西の季節風が強いですね。裕次郎の甥っ子吉住だ。やっぱりね、北国の冬の市場はいいよね。あ、ほら、茹でたて。そうですよ。風呂上がり。わ、しみじみで。これすごいや、これ。味噌、いっぱい乗っかっちゃってるっすよ。うまいっすね。裕次郎の人生が一目でわかる裕次郎記念館。吉住には懐かしい叔父のぬくもりが感じられる場所だ。ここはね、僕が知ってるものがいっぱいあってね、うちのおじが乗ってたベンツで、子供心にね、丸いでしょ、これシルエットが。車っていう感じがしなかったんでね、なんかね、円盤が飛んでくるみたいなね、イメージだったんでね。日本人が最も愛した男、石原裕次郎を支え続けてきたのが牧子夫人。その牧子夫人や渡里哲也率いる石原軍団を感動させた寿司とは。日本橋別館寿司亭。こんにちは。どうも。あれ、中で待っていた人物は。おいおいおい、おい、おい、吉住。あれ、おい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 、え、なんだ俺だ。なんで俺、お前番組の頭から俺ずっと誰の声だと思ってんだよ。ああ、そういえば。そうだろう。してましたね、この辺で。なんかだからさ、俺それ、それだけじゃ失礼だろお前。それでいらしたんですか。当たり前で食べたいんだよ。いやー、興奮してご無礼様つった。ご主人の中井さんは寿司を握って40年。地元小樽のプリプリのヒラメやシャコ、根室のウニ、研いで揚がった本マグロのトロ、いやー、これが実にうまかった。裕次郎記念館の館長を務める牧子さんの大好物はイクラやカニの握り。よほどこちらの寿司の味がお気に召したのか、なんと寿司飯だけをお土産に持って帰るそうだ。うん、ここでしか食べられないね。なるほど。来ないと食べられないじゃない。爽やかな、スッと入る。さすが北のマグロは色っぽいね。石原裕次郎、うちのおじとは。それはもうしょうがない、合ってないっていうの。でもなんか、ちょっとこちらの VTR ご覧ください。勝った、俺たち勝った。美佐子、いやー若いですな。私当時29歳。まあ犯人役ですけど、ジーパン刑事松田優作に逮捕されてしまうんですけども、裕次郎さんには会ってない。矢島を捕らえました。美佐子は死んでます。あれ、え、犯人だったんでしょ。でもうるせえな。みんな若いよね。痩せてた、顔も小さかったよ。いや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 、そうですね。何は、いや、今に比べるとね。ならばそういう吉住はどうなのか、初登場シーンをとくとご覧あれ。この水木が今日からあれの一員となる。よろしくお願いします。大丈夫かよ。おい、大丈夫かよ。何を呼んでるんですか。あ、ああ、いや俺も少し勉強をしようと思ってた。そうだ。上杉、
お前今日からマイコンデカだ。マイコン、いやそういう言い方も古いんですよ。あれマイコンデカ、マイコンでいいんだ、マイコンで。ところがね、この機会このちょっとこう優しく説明してくれねえから、パチンコってわけにいかねえだろ。僕はあんなだったんですけど刑事だったんです。あんなでも刑事だった。あ、レギュラーだろ。そうです。ゲストじゃないんだ。軍団だろ。まあそんなもんですから、ね、そんなもんだ、まあ、縁故採用ですから。おいっ子吉住が語る裕次郎酒豪伝説。全然食べなかったから。あ、そうだろうな。本当に飲むだけなんです。分かる。で、寿司屋に座っても全部飲むだけ。だからこの握りがこう山になっちゃってた。見てる、見てるっていうか、うちのおじがとにかくこう行ったら寿司屋さんに、大将のとこ行ったらね、あとこのまま朝です、明日、明日の朝で、下手したら明後日の朝です。わかるよ。そういうその一番隅っこにいて、うん、そこで「大丈夫悪いね」っつって「美味しいからここにいるよ」って言って、この隅にいて二晩飲んじゃうみたいなこと。わかるよ。まあ顔が小さくて足が長いね。俺もあの写真を 下から写せば大体似たようなもんだと思ったけど、すごく自然体だっていうことがね、あの印象としてあるんだよ。すでに自然体であり続けた男、石原裕次郎。我々の心に輝くまさに永遠のスターですが、ゆうちゃん、ゆうさんと呼ぶ、まきこさん、乾杯乾杯。